その甲斐もバックに下がりますが、お互いのエース後ろに下がっても攻撃力は落ちません。こちら平田3枚ブロック飛びましたがブロックアウトです。増本の対角に入る同じ2年生の平田です。動きながらのトスアップ飛びバックトスから増本ライト、失礼、平田がライトから、増本がライトから高い打点で、ね、通過点高くてワンタッチ取っていくいい打ち方ですね。しっかりとブロックを見ていましたこの平田です。そしてこのこれもいいサーブ、サービスエースが飛び出しました。さあ平田が乗ってきた。やはり強いサーブがこの鎮西の起点になりますね。そうです、捨ててきました。堀内のサーブはきっちり返って平田はレフトを使います。ここは2年生の平田です。やはり増本が後ろに下がった時のこの前の平田の頑張り重要ですね。実は平田君の良し悪しで勝ち負け決まったりしますからね。増本のサーブレシーブ乱れた。3枚ブロックの脇ポイント鎮西です。通話に上げてきた高橋、きっちりと2本目は決めてきました。オープンが上がって平田です。3枚ブロックの内側行きましたね。192センチ最高到達点3メートル33。まあエースにマークが集まる。さあここも平田が打っていく。平田が連続で決めてきました。いや福澤さん、この平田に関してはどうでしょうか。そうですね、非常に思いっきりよく打てていると思います。で一方鎮西のブロックフォローの寄りがすごく